大体車で50分。リジャグドジン区。早速入ったところから大きな滝。啊，这个哎，付什么付啊？十块一位，扫码现金都可以。扫码。船に乗って川下り。出発。すごい船貸し切り。船降りたら専用の靴に着替えて。わら靴？今から滝の中に歩くの。わらの。いやでもわらの靴は本当に歩きにくい。ふう、のどかだな。お、あそこだね。雨具着るよ。てかさ、帽子もさ、後で被ればよかったじゃん。おお。こうやって登るんだね。これめっちゃ濡れそう。てか、動画撮れないわ。すごい。我放两个小东西啊。哇！啊！まあ登れなくはなくはないけど、お水がねめちゃめちゃ冷たい。なんかさ、天気が暑いからさ、気持ちいい。岩に穴みたいなのがあのねあってね、鎖とかをねひないでそこの穴に足をこう一個一個やって、結構ね登りやすかった。おー水きれい。次も竹登り。うわあ、哦对对对对，不太好不能爬。わーい、ここ登るのね。お、階段みたいに登るバージョンとマジの山登りの2パターンが用意されてるんだ。さあ登るぞの滝登りかな。お魚さんが泳いでる。イエーイ、写真。ああ楽しかった。すごい気持ちよかったよ。这里是钻珠。这个是お守り？願い事？あ、カエル？カエルを神様のような動物にしてるから食べないんだって。これは全部カエルちゃん。太極拳をしたり、ダンスをしたりしてるんだよね。おお、これカエルちゃん。发财。两个脚碰下来，对吧？对，两个脚碰上来就是升官一发财，这最后一个台阶，碰上来登顶，OK。然后这样，对，我们注意安全。好，对，升官一发财，耶。那为什么我们两个都是老人？哇，揺れる。
わあすごい傾斜。へえ、蝶々だ。見て見て蝶々。あ、イジェナルツダツリア。別墅。对，别墅。ああ、昔壮族はこうやって木の上に住んでたんだって。これは模型なんだけど、もっとね、あのね、大きいらしい。下次平行看下去的，袁师傅带你们下去，可以叫师傅看慢一点。このわら靴超歩きにくいから車で降りる。おお、シュッシュポッポー。楽しい。あー気持ちいい。パパー。多分做得很好啊，闺女。哇！すごい貸し切り。わあ！自動カメラ。おお、ようやく靴変えられる。冷たい。やっぱ靴の方が楽だよね。え、可以坐吗？これで出口まで行くんだって。なんか同性に戻った気分。なんか流れてる BGM はめちゃめちゃなんかポップだけど。この観光スポットめちゃめちゃ楽しいわ。景色も綺麗だし、なんかね、用意しているいろんなアトラクションがね、最高にいい。いやー、クイリン来たらここに来るのめちゃめちゃおすすめするよ。今日はケイリーの観光のハイライト、リコの川下りに行くよー。楽しみー。朝はまだね、すごい暑いわけじゃないからね、プレーに乗るのは良さそう。昼ぐらいからね、かなり暑くなるからね。船はちゃんと座席が振り分けられてるよ。わあ、すごい。中心位置。すごい、船の中。あ、没事、我们一家。邪魔用意されてる。タッチパネル。え、なんだろう。おお。なんか川下りの写真とかが見れるのね。都有一张防抗疫情出入二维码，大家可以拿出手机出来，根据提示，在开航前和下船前有序的扫码登记，并且的话呢，请大家全程佩戴好口罩。长征完完整整的九匹马，因此得名的九马华山。过每一个景点是不会减速，也不会停船，让大家拍照的。到时候你听到导游讲解，并广播讲解风景的，再匆匆忙忙的去跑到甲板找景点。拍不到了，所以这个移动摄影一定要注意，对景点非常的非常熟悉。いいね、めっちゃ壮大。小さな滝。拍照工作已经开始了，如果需要预定的、想看样子的都可以看一下。在高坝山脚下有一个巨型岩溶洞。中国の旅行名物、おばさんたちの撮影。長。ああ、あと5分で日中原作の絵の景色が見れる。ケイリン旅行のハイライト。
쓰고 때르 할 메타 봐. 오, 뭐 쓰고 뭐 쓰고 뭐 쓰고 미래르. 水江岸的植被扫了些，就建议大量。是这个吗？这个凤尾蕨。啊，哥哥，你今天啥子呢？景色。哦。这么矮的呀。哎，那个导游说是在后方，不是在前面。真美的一个景点，就是二十块钱人民币后面的那个景点。啊，妈，通り過ぎてない。通り過ぎたかと思ったんだけど。啊，这里呀。 あ、よさんちゅう。え、ちょっと待ってな。お、つがや。わあ、これだね。よかった、通り過ぎてなくて。この二重原作の風景、一瞬しか現れないからね。本当に写真撮るの大変だわ。でも風景が見れてよかった。 要是那张凤尾鸟，来哥们，你们干嘛去？哎，那你坐车。坐到小云，你看那个什么？现在在沭阳嘛的，去，これから沭阳の観光したいと思うよ。じゃあ、あのね、なんかね、竹の船に乗って、あのね、なんかね、景色見に行くの。嬉しい。はい、阳朔の 玉龍河に行きたいよ。点票。两位。あ、三位。<笑>わあ、すごい。<笑>原始的な感じ。おお、こういう椅子になってる。ちゃんと<笑>ちゃんと救命胴衣。 着用。わあ。<笑>ママ、パパ。ええー、なんかやばいね。出発。なんかさ、この船のさ椅子さ寝っ転がれるからさ、なんか寝ちゃいそう。 ゆったり、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 時間が流れてる感じね。おお、あそこを下っていくみたい。わあ、<笑>楽しそう。 川で洋服洗いをしている地元の人。また来るよ。あの段差、あの滝、足上げる準備。わあ。わあ。衣服すら、すらいいね。 あ、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 
滝の向こうにはいいね、山々に囲まれて。ジャングル？ジャングル？いやー、本当にコエリンは水産、山との水の景色が本当綺麗でバカンスに最適だね。もし中国に旅行来る機会あったらクエリーも来てみて。本当になんかね、癒されるわ。まだまだ中国はいろんな絶景があるから、今後も紹介していきたいと思うね。バイ。